プロクグ5、または、レチノイドイソメロヒドロラーゼは、脊椎動物の視覚サイクルの酵素であり、人では、プロクグ5を遺伝子によってードされる。プロクグ5は、網膜色素上皮で発現しており、光シグナル伝達の過程で、オールトランスクリプションレチニルエステルから11シスレチノールへの変換を担う。その後、11シスレチノールは光容細胞での、 死色素の再生に利用される。プ十5は、カロテノイドウキシゲナーゼファミリーに属する。プ十5は、脊椎動物の視覚サイクルに重要な酵素であり、網膜色素上皮に存在する。また、肝体細胞と衰体細胞にも存在する。11シスレチナールからオールトランスクリプション。レチナールへの光異性化は、光シグナル伝達経路を開始し、 脳はこの経路を介して、光を検知する。オールトランスクリプションレチノールは、光活性を持たないため、オプシンと、再び結合して、活性型の脂色素を形成するまでに、11シス、レチナールへ再変換される必要がある。十5はオールトランスクリプションレチニルエステルを11シスレチノールへ変換することで、行為成果を逆転させる。 プロク15の最も一般的なエステル基質はパルミチン酸レチノールである。四角サイクルを完結するためには、オールトランスクリプションレチノールからレチニルエステルへの酸化とエステル化、そして11シスレチノールから11シスレチナールへの酸化を行う、他の酵素も必要である。四角サイクルにおいて、プロク15によって行われる反応をプロク15は、 酵素の気質やエステルの加水分解に関与しているか、どうかに関する過去の議論のため、レチノールイソメラーゼや、レチノイドイソメラーゼと呼ばれることもある。プロク15は2つの対照的な、酵素反応的には、独立したサブユニットからなるに両体である。各サブユニットの活性部位は7枚の羽を持つ、ベータプロペラ構造を持ち、4つのヒスチジンが、ホインとして、鉄イオンを結合している。 この構造モチーフは研究が行われているカロテノイドオキシゲナーゼファミリーの酵素の間で共通している。プロク15は網膜上皮細胞で活面小胞体の膜に強固に結合している。プロク15の活性部位には4つのヒスチジンに結合した FE の保因子が存在する。4つのヒスチジンはそれぞれベータプロペラ構造の異なる羽に位置している。 4つのヒスチジンのうち3つの金棒には、グルタミン酸残器が配位しており、ホインシの鉄に対するヒスチジンの8面体系配置での結合を補助していると考えられている。活性部位を囲むフィー、p e 1 0 3 THR147、グルー148はカルボカチオン中間体の安定化を助け、13シスレチノールと比較して11。 シスレチノールに対する立体選択性を高めている。65の FE 保ンシには4つのヒスチジン残機と3つのグルタミン酸残機が配位している。反応物や生成物は素水性のトンネルを通って活性部位に出入りしていると考えられる。このトンネルは基質となる脂質を直接吸収するために脂質膜に向かって開いていると考えられる。 もう一つの、より小さなトンネルも活性部位に達しているが、レチノイドの反応物や生成物を輸送するには狭すぎるため、水分子の経路となっていると考えられる。P65 は、活面小胞体の膜に強固に結合している。活面小胞体は脂質であるレチノイドのプロセッシングに関与するため、網膜色素上皮の細胞には非常に豊富に存在する。 構造研究からは、プログ15はその素水性表面と脂質膜内部との相互作用によって、活面小胞体の膜に部分的に埋め込まれていることが示されている。このことは、プログ15の可用化に海面活性剤が必要であることからも指示される。プログ15の素水性表面の大部分は両心媒性のアルファヘリックスを形成しており、タンパク質の膜に対する、 神話性に寄与していると考えられる。また、内在性のプ65では、サイズ1 1にはパルミとイルカされており、プ65の素水性表面が膜に埋め込まれていることのさらなる裏付けとなっている。プ65の素水性表面には、酵素の活性部位へつながる大きなトンネルの入り口が存在する。このチャンネルが素水性表面に存在することと、プ65は、 脂質二重層から気質を直接吸収する能力が実証されていることも、プロク65は膜に部分的に埋め込まれていることを支示している。プロク65は、ゼブラフィッシュ、鶏、マウス、カエル、ヒトなど幅広い脊椎動物から管理されている。その構造は、主観で高度に保存されており、特に、ベータプロペラと推定膜結合領域で保存性が高い。 人と牛のプロ5のアミノ酸配列の際は1%未満である。ベータプロペラ構造のヒスチジン残機とそこに結合する FE 補酵素は研究が行われているプロ5のオルソログやカロテノイドオキシゲナーゼファミリーの他のメンバーで100%保存されている。以前プロ5には膜結合型のマップ65と 可用型のスプ65という二つの互換可能な形態が存在することが提唱されていた。この仮説では、サイズ231、サイズ329、サイズ330のパルミとイルカによるスプ65からマップ65への可逆的な変換が、四角サイクルの調節やマップ65に対する膜ン和性の付与に関与していることが示唆されていた。しかし、 プ6 5の結晶構造解析により、これらの残機はパルミトイル化されておらず、分子表面にも露出していないことが示された。また新たな研究では、可用性プ6 5の豊富な存在も確認できなかった。そのため、現在ではこの仮説はほぼ放棄されている。提唱されているプ6 5によるをルキル回列の気候。示されている残器は、左上から時計回りに、 F103, THR147, ヒズ 313, ヒズ 527, ヒズ 180, ヒズ 241, グルー148である。プログ15によるオールトランスクリプション、レチニルエステルから11シスレチノールへの変換は、SN1 反応によるオール,アルキル結合の、配列によって触媒される。プログ15によるオールアルキルエステルの配列、機械性化、 そして水の負荷という組み合わせは現在の生物学では唯一のものであると考えられている。しかしながら同様に安定化されたカルボカチオン中間体による O- アルキルエステルの解列は有機科学者によって利用されている。FE 本種の助けを借りたエステル結合の O- アルキル解列は強薬ポリエンサによって安定化されたカルボカチオン中間体を生成する。 カルボカチオンの非極在化によりポリエンサの結合次数は低下し、トランスカラシスへの異性化の活性化エネルギーが低下する。P103 と THR178 は異性化したカルボカチオンをさらに安定化し、酵素の立体選択性を担っていると考えられている。異性化後 C15 に対する水分子の嗅覚攻撃によってポリエンサの強約が回復し、 エステル結合の解列が完了する。他の生、科学的なエステル加水分解反応のほぼすべては、アシル炭素での SN2 反応によって行われる。しかし同位体標識研究により、プ65の最終的な11室レチノール産物の酸素は反応するエステルではなく、溶媒に由来するものであることが示されており、ーアルキル解列機構が支持される。 さらに、SN2 エステル加水分解反応機構では、反応の異性化部分を完了させるために、何らかの嗅覚剤による、電子豊富な C11 に対する不利な SN に、攻撃が必要となる。アルケンに対する嗅覚攻撃は、エネルギー的に不利であるだけでなく、活性部位には、嗅覚剤として働く、シスチン残機は存在しない。プログ15遺伝子の変異は、 レーバー先天性クロ内症2型や網膜色素変性症と関係している。デンマークの LCA 患者で最も一般的に検出される変異はプログ15の変異である。LCA2 と RP の患者におけるプログ15の変異の大部分はベータプロペラ部分に生じており、タンパク質の適切なホールディングと補い因子の鉄の結合を阻害すると考えられている。 プロペラ部分の変異部位として特に一般的なのは、t ル a l 3 6 8と h ズ1 8 2である。また、a r グ9 1の痴漢も一般的であり、P65 の膜との相互作用や、気質の取り込みに影響を与えることが示されている。P65 の機能の完全な喪失は、LCA や RP などの疾患と関係しているが、P65 の部分的な阻害は、 カレーオ変ハンの治療法として提唱されている。オールトランスクリプションレチニルアミンとエミックススタットは、いずれも P65 を競合的に阻害することが示されている。エミックススタットは現在、a m d の治療薬として FDA の第三章臨床試験が行われている。また、ジーン・ベネットとキャサリン A 杯による P65 の変異に関する研究によって遺伝性の 失明から回復が可能となり遺伝子疾患に対する遺伝子治療として初めて FDA の承認を受けた。ありがとうございます。